リーゼ・プロコップは、オーストリアの政治家、陸上競技選手。1968年メキシコシティオリンピックの銀メダリストである。1941年ウィーン生まれ。1962年から陸上競技を始め、1965年にトレーナーのグンナー・プロコップと結婚。1968年メキシコオリンピックでは五種競技に。 出場、西ドイツのイングリッド・ベッカーに次いで銀メダルを獲得した。1969年には、五種競技で5352ポイントの世界新記録を樹立した。ヨーロッパ選手権の五種競技も制覇する。プロコップは5十にも及ぶ国内タイトルを獲得した。さらに、彼女が打ち立てた国内記録のうち、総幅跳びは1998年。 砲丸投げの記録は1999年まで破られることはなかった。1969年にニーダーエスターライヒ州の地域集会代表者への就任を皮切りに政治活動を開始した。中道右派の保守政党をオーストリア国民党の国民議会議員として活動し、2004年にはオーストリア発の女性内相に就任した。2006年の大晦日、 突如胸の痛みを訴え、病院に運ばれる、途中、大動脈破裂のため、この世を去った。ありがとうございます。